上田マリコ電鉄も、波4250系電車は、上田マリコ電鉄に在籍した電車である。菅平風は線の利用客増加に対応するため、1958年と1963年の2度に、渡って、モハ4250系4255から4257の3両が導入された。モハ4255.4256は、 他社からの譲渡車両であり、モハ4257は他社からの譲渡車両であったクハ250系251を電動車化改造の上で編入した車両であった。同産業の導入当時、すでにもハに4250系4251から4254が在籍しており、その続番に編入される形となったが、これは 上田マリコ電鉄が1950年7月1日付で実施した一斉改版に際して制定された車両番号の不番規則に準拠した結果従来車と同一の形式が付与されたことによるものである。1958年に導入されたモハ4255.4256は1930年に鶴見林港鉄道が申請した モハ1 1 0系1 1 4 1 1 8を出自とし、鶴見臨港鉄道の戦時買収によって、国有鉄道席に編入され、戦後モハ150 1 5 0 0系1 5 0 1 1 5 0 4の形式称号、車番が付与されたものであった。上田マリコ電鉄へ払い下げられた、同2両は、国鉄在籍当時も、両運転台構造のまま損置されており、 導入に際してもそのままの仕様で竣行した。1963年に導入された、モハ4257は、前述の東陸派2 5 0系2 5 1を制御電動車へ改造した車両である。同車は、富士山独電機鉄道が1929年の同車路線改業に際して、申請したも1系1を出自とし、 戦後に実施された車体大型化改造によって、新生車体に乗せ替えられた際に不要となった旧車体を上田マリコ電鉄が譲り受け、中古代車などと組み合わせて1955年に導入したものであった。種車の相違によって、車体外観は大きく異なるものの、15メートル急半構成車体を備える電空単位スイッチ式の間接自動制御使用車で、 あるという点は共通する。なお、二百4255.4256は導入に際しても、5260兼5262.5263と制御装置を交換し、元来搭載した電空カ無軸式の自動加速制御機を間接非自動制御機へ交換した。また、千二4257は、 河川電圧1500ボルト規格の菅平かざわ1 0 0の他同750ボルト規格の別所線においても運用を可能とするため主回路を副電圧しようとした導入後は単行運用もしくは貨車を連結した混合列車として運用され朝夕の多客時間帯は付随車を連結して2両編成以上で運行された サナダ防洋船は1972年2月19日をもって全線廃止となり、もは4255は別所線の上田原駅構内で長期関係車となった、後1974年4月25日付で除籍され、もは4256は1972年11月24日付で、もは4260系4261とともに、 広南鉄道へ譲渡された。譲渡後はモハ1 0 0十1 1 1として、同社大和2000へ導入され、後年電装解除が実施されて区派2 0 0系2 0 5と、解消、改版された後、1980年に廃車となった。モハ4257は1962年に、上田マリコ電鉄も、5 2 6 0系電車区波262の、廃車発生品の台車と交換した。 真田防用線廃止以前に別所線へ転属し運用されたが、長野電鉄からの転入者により予備的存在となり、区波290系の導入に伴って1983年10月7日付で廃車となった。廃車後の同社は富士急行の創立60周年記念事業の一環として同社へ返還され、落成当初の外観に復元された上で最初は、 川口港駅の側線、2019年現在は、同駅前において、生体保存されている。なお台車は、富士急行では、上田時代のブリル系ではなく、東急3000系で、刃3458が履いていた日車3450型台車に履き替えられた上で復元された。ありがとうございます。